できるか、できないかの瀬戸際にいた。1500メートルに向けた練習はほとんどできず、800メートルのための1500メートル。だからこそ、1500メートルで勝てたことに、大きな喜びを感じた。翌日から始まる800メートルに向けては、暇があったら負けてしまうような方たちばかりなので、しっかり気を引き締めて、一旦落ち着きたいです。 1500メートルを走っていないような気持ちで迎えたいと思います。昨年は2層として優勝に貢献した女子 4×400 メートルリレー、マイルリレーも走りますと意欲を見せていた。ところが800メートルの予選とマイルリレーの予選があった大会3日目、予期せぬ出来事があった。渡辺は無難に800メートル決勝進出を決めたが、 出走しなかったマイルリレーでは2層から3層につなげるところでバトンを落としてしまった。4層の足立スズ4年、京都立花、のごぼう抜きで最初にゴールしたが、落としたバトンを適正に拾わなかったと判定されて失格に。連覇への道が途絶えてしまった。渡辺は最終日の800メートル決勝に臨む上で、個人的には最後のインカレ、負けて嫌な形で終わりたくない。 そしてもう一つ、思いが重なった。足立さんに金メダルをかけてあげたい。足立は個人種目として女子400メートルに出場。53秒14の好タイムを残したが、日本体育大学のフロレスアリエ、2年、東海大静岡商用、にかわされ、2位だった。800メートル決勝で自己ベストを更新。迎えた決勝、1周目のセパレートレーンを終えると、 渡辺は私学館大学の森千里、1年トヨタ大谷、立命館大学の西田ゆり、1年草津東に続く3番手につけた。体幹では55秒ぐらいで入りました、という1周目を59秒で通過。逃げ切りを図る森を渡辺と西田がバックストレートで捉えた。一気打ちになる中、渡辺は最後まで西田に先行を許さず、 2分2秒79で自己ベストを更新。最後は、逃げろ、と思いながらでした。800メートルは1500メートルとは火にならないぐらい緊張したので、火にならないぐらい嬉しいと語った。2日前の1500メートル決勝を終えてからは、気持ちを1回スパンと切るとともに、指導者からは、あえて突き放されるような言葉をもらった。私の性格を見抜いて、負けたら負けたでいいんちゃう。 みたいなことを言われたので、ちゃんと走れるし。と火がつきました。こう言ったら、こいつは燃えるということを分かってくれてるんです。この後、あったらやったぞ。と言いたい。これまでは1500メートルを走れるようになると、わずか2周で全力を出し切る800メートルに対する難しさを感じることもあった。だが、夏場の疲れが抜けてからは、800メートルが一瞬と思えるようになり、 大学では無類の強さを誇るまでに成長した。関西で女子800メートルというと、日本記録を19年ぶりに更新した東大阪大敬愛高校2年の久保輪が思い浮かぶ。久保の話題に及ぶと、渡辺はしっかりタイムで競っていきたい。これからも一緒に女子中距離界を盛り上げる。渡辺愛の日本インカレ、レース内容。 9月19から22日アットウバンケトドロキスタジアムバイ富士通、神奈川、女子1500メートル決勝、9月20日、優勝渡辺愛、その他学園女子第4年、4分21秒932木下シャ中央第3年、4分22秒693位田島恵襟、順天堂第2年、4分23秒49、女子800メートル決勝、9月22日、 優勝渡辺愛、園田学園女子第4年、2分02秒792西田由利。立命館第1年、2分3秒263家藤崎。関太平洋第4年、2分4秒70。